皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアシスタントをしています。アリスです。今日は今話題のブレーシング・エボミックスという実写系のモデルを使ってグラビアアイドル風の画像を作っていきたいと思います。プロンプトですけれども、ワンガール、そしてビーチ、ビキニというのが入っています。それでグラビア風の写真を作る時のプロンプトのコツとして私がよく使うのはアームピッツ。これは脇という意味ですね。脇を見せるようなポーズを取る。そしてウィンドエフェクト。これは風で髪がたなびいているような効果。そしてレンズフレア、光ですね。そしてフルボディというのを入れています。もう始めているんですけれども、バッチサイズ8でバッチカウント50、400枚の画像を今ざっと作りました。その中でまずまずの構図だなというものがいくつかあったんですけれども、その一つを調整していいものを作っていこうかなと思います。今回選んだのはこの画像ですけれども、いいところは夕焼けで光が綺麗だということと、髪がよくたなびいていること、そして AI 画像が苦手である手と足が隠れているというところが非常に扱いやすいと思いますので、この画像を使っていきます。まず PNG インフォに画像を入れて、Send to Text to Image に画像を送ります。そして同じ条件でバッチカウントとバッチサイズを1に戻して、一度画像を生成します。今回モデルはオイラー A を使っています。実写系だとオイラー A なかなかいいかなと思って使っています。さて画像が生成されました。先ほどと一緒ですね。バッチサイズを小さくしたので少しマシですけれども、同じような画像が生成されています。ここでハイレゾフィックスをかけて解像度を上げていくという作業があるんですけれども、その前にこの構図を少しだけ変えたいときに一つ違う方法があるので、今日はそれを紹介していこうと思います。これは公式の画面から拾ってきているんですけれども、バリエーションズというものがあります。バリエーションストレングスとバリエーションシードというのがあるんですけれども、このようにストレングス 0.0、 0.05 という非常に小さい数字を使うんですけれども、そうすると若干絵が変わっていくということです。元の構造をある程度保ったまま少し変わっていくということができますので、今選んだ構造を大きく変えることなく少しだけ変えていくということをやってみようかと思います。この時は XYZ プロットを使っていきます。 XYZ プロットの X タイプのところにバリエーションシードというのがあるので、バリエーションシードを1、2、3、4、5みたいな形でやっていきます。まず1から5までやってみます。そして次にバリエーションストレングスですけれども、これは非常に小さい値を扱うということで、0から 0.1 までを5分割していきます。0が入りますので6枚の画像を作るということでいいですかね。ではこれで一度やっていきます。まだハイレゾフィックスは入れてなくて、解像度の低い画像になると思いますけれども、構図だけを見るということですので、これで比較していきましょう。画像が生成されましたので、グリッドを見ていきましょう。まずストレングス0の場合ですけど、ほとんど一緒の画像です。ストレングス 0.02 ですけれども、まだあまり変化はないですね。このぐらいの差では。下に行って、今回の実証ではほとんど一緒ですね。少し地面の穴ポコが違ったりということはあるんですけれども、意外と同じような絵が描かれてしまいましたので、もう少し幅を広げて見てみたいと思います。バリエーションシードは同じでいくんですけれども、ちょっとこの上下を入れ替えたいと思います。ちょっと見にくかったので、シードを下にします。これが1から5までということにしておきます。そして上側がバリエーションストレングスにするんですけれども、先ほどの設定では非常に小さかったので、0から 0.3 くらいまでですね。7枚ですかね。これで 0.05 刻みになると思うのですが、画像を生成してみましょう。画像が生成されましたので、再びグリッドの方を見ていきたいと思います。このあたりが元々の構図と全く同じということですけれども、どうでしょうか。そうですね。バリエーションストレングスが 0.25 くらいになると、少し構図が変わってきます。少しずつ変わってきます。拡大率が違ったりとか、少しポーズが、このくねりが強くなったりとかですね。手が変わったりということが出てきますので、やはり少し変わりますね。
どちらかというとバリエーションシードよりもこのストレングスがかなり大きく影響しているような感じで、 0.3 までいくとかなり違う構図になってきていますね。こんな形で髪の毛の方も少しウィンドエフェクトが減ったりということがありますので、この方法を使うと少し変化した構図として出てくるのではないでしょうか。手が収まっていてちょっと体勢が変わっている。今回はこの絵でいきます。太陽が真後ろですね。真後ろ太陽ですか。ちょうどこれを使っていきます。バリエーションストレングス 0.2 のシードが2というこの画像を使用してやっていこうかと思います。今の画像を PNG インフォに入れて Send to Text to Image で送ります。 XYZ プロットを閉じて、これで画像を生成したら今のが出ますかね。これ元々のが出てしまいますね。これは XYZ プロットを入れておかないとダメですね。バリエーションストレングスは 0.2 でシードが2。 0.2 の2というのを入れておいて画像生成をやっていくことになりますね。この状態で画像を生成してみます。画像が生成されましたけども、グリッドをなしにするとこの目的の画像が生成されましたので、この画像を良くしていきたいと思います。まずいつものハイレゾフィックスでディノイジングストレングスを見ていきたいと思います。まず2倍の拡大で見ていきます。 XYZ プロットの XY は使っているので Z タイプでディノイジングを見ていきましょう。グリッドにチェックを入れて、一度こちらの方を外しておいて生成していきます。さて画像が生成されましたので見ていきましょう。いつものようにグリッドを見ていきますけども、 0.2 一気に顔が綺麗になりました。 0.3 すみません、これですね。デノイジング 0.3 いろいろ書いてあるので分かりにくいです。デノイジング 0.4 0.5 どうでしょうか。非常に可愛い顔になってますね。 0.6 少し髪型が変わり始めましたかね。 0.7 0.7 も素敵ですね。 0.8 ちょっと風が弱い。0.7 使っていきましょう。少し絵が変わりましたけど 0.7 ということで、今回 0.7 というちょっと高めの数字を使います。そしてもう一つですね、この CFG スケールなんですけれども、この数字は高くするとプロンプトをより反映するということを言われているんですけれども、この光とか風の効果を強くするような効果が出る可能性がありますので、ちょっとどのぐらいの数値でどのぐらい変わるのかというのを見てみましょう。XY プロットの Z タイプのところを CFG スケールにしています。少し大きく見るために3から15ぐらいまででちょっとたくさん作ってみましょうか。13枚ですかね、これで。画像をちょっと作っていきます。デノイジングストレングス 0.7 のハイレゾ2倍の画像で作っていきます。少し時間がかかると思います。それでは画像が生成されましたのでまた見ていきましょう。かなり低いスケールですけれども、もう完全に絵が変わってきましたね。もう座ってます。完全に違うものになってしまいました。可愛いですけれども違います。そして 6.0 から同じような構図、手の位置が変わってますけれどもいいですね。とてもいいです。そして 7.0、 もともとが今回は 9.0 で作ってましたので少し違いますね。 8.0 8.0 も手の位置が違う。9.0 でさっきと一緒ですね。これですね。そして 10.0。 この違いは姿勢は同じですけれども、少しやはり光が入ったり少し変わっていますね。 11.0 ギラギラになってきましたね。顔も少し変わりましたかね。 12.0 はい、少しちょっと背景がケバケバしい感じが出てきましたね。顔も少し崩れ気味。 13.0 14.0 やはりこの 15.0 と13.0 以上はちょっと構造的に崩れてしまっていますね。やはり一般的に言われるように 11.0 から 6.0 ぐらいですかね。が適正かもしれないです。こちらの5とか4とかも、これ単体で見れば非常に良いということですね。特に画像が崩れるということはないですね。大きすぎると良くないということなので調節が必要です。今回はこのまま、このスケール Q というのを使っていきましょうか。あとは最後にもう少し風のとか光とかその辺の影響を増やしたいということで、シード値とかは全部固定したままでプロンプトに少し書き加えましょう。
ウィンドエフェクトを強くして、レンズフレアを強くしてということをすると、絵がどのように変化するのかというのを見ておきましょう。少しカッコをつけただけですけれども、どのように変化するでしょうか。1枚画像を生成していきます。ジェネレート。CFG スケールが9でバリエーションストレングスとバリエーションシードが 0.2 と2が入った画像です。画像が生成されました。どうでしょうか。少し絵は、やっぱり変わってしまうんですけれども、全体の構図にそれほど影響が与えられていないというところがとても面白いと思います。背景を表すようなものであると、少しの違いでは、それほど変わりはないということがわかりました。ちなみにビキニの色を変えてみるとか、というのはどうでしょうか。完全に変わってしまうでしょうか。やってみましょう。これはかなり変わってしまった感じがありますね。プロンプトによっては触ってはいけない項目もあるということですので、これは元に戻しておきます。さらに風を強くしましょうか。風とレンズフレアをさらに強くした場合どうなるでしょう。これも完全に変わってしまいましたので、やはりプロンプトを強く変えると構図がガラリと変わってしまう。同じものは作れないということですので、基本的にはプロンプトは触らないようにということが大事だと思います。設定を元に戻しましたので、一度元に画像が戻るかどうか確認してみたいと思います。戻りました。そしてさらにモデル系の女性をきれいにする方法がもう一つありまして、それを追加で紹介したいと思います。拡張機能になりますけれども、これもインストールフロム URL でこの欄に URL をコピーしていただければインストールできるというものです。また説明欄に URL を載せておきます。その名前は非常に有名なものですけれども、A ディテイラー。アフターディテイラーという拡張機能になります。この項目が入ったらチェックフォーアップデート。アプライ&リスタートで使ってみてください。インストールされているとここに A ディテイラーというのが入っています。今日は簡単にどのくらい変わるかというのだけを見ます。A ディテイラーにチェックを入れてプロンプトを入れます。もともとあるものの中で顔に関係あるものだけ入れましょう。ビューティフルフェイス、ルッキングアットビューアーなどは入れます。ビーチ以降はなしにしておきます。そしてネガティブプロンプトはシンプルに、イージーネガティブだけ入れておきます。そうすると顔だけ綺麗にしてくれます。ディテクションとかマスクプロセッシングとかインペインティングなどで設定するところはあるんですけれども、今回はデフォルトのままでどのような変化があるか見てみたいと思います。モデルも今回は一番上のものを使っていきます。それでは画像を生成していきましょう。この A ディテイラーは一度画像を生成した後に顔を検出して、再度顔だけ描き直すというような形です。体は触らずに顔だけ検出して描き直してくれます。さてどうなったでしょうか。これが A ディテイラーで修正した顔ですね。こちらが修正前の顔で、こちらが修正後の顔ですが、明らかにこちらの方が可愛らしい顔になったのではないでしょうか。これがこれ。綺麗にビビッとなっているところがこれです。また今後この A ディテイラーのもっと詳しい使い方についても話をしていけたらなと思います。光なんかの顔以外も少し影響が出ているかもしれないですが、非常に良くなったということです。最後におまけですが、今の画像を 4K まで上げていきましょう。タイルドディフュージョンでアップスケールしていきます。タイルサイズはこれの8分の1ですからデフォルトでいいと思います。早く作りたいのでバッチサイズを大きくして、アップスケーラーは RS ルガン 4X プラス、スケールのファクターを4倍にしていきます。一気に 4K までいきます。ではやっていきましょう。画像が生成されましたけれども、どうやらデノイジングストレングスの 0.3 が強すぎたみたいで、ちょっとお腹の解剖が崩壊していたり、少し怖いんですけれども砂漠に目ができちゃったりしていますので、やっぱり 4K まで実写系を上げる場合は、かなりデノイジングストレングスを小さくした方がいいと思いますし、一気に4倍よりは2倍を踏んでからの方がいいかもしれません。画像生成に結構時間かかりましたので、失敗が出るとかなりへこみますので、2倍にしてからステップアップしたいと思います。変な目の描き込みがあったので少しタイルを大きくしていこうかと思います。0.2 くらいで、まず1回目は、2倍ですので 0.2 でいってみます。それでは画像を生成しますね。
XYZ プロットのところでグリッドはいらないので、こちらのイメージだけに変えておきます。それでは画像を生成します。画像が生成されましたので見ていきましょう。少し顔が変わりましたけれども綺麗ですね。破綻もないですし、変な書き込みもないですので、このまま今度は弱めのデノイジングストレングス 0.2 でアップしていきましょう。このアフターディテイラーをこちらもオンにしておいた方が良さそうですね。これでオンにしておいて、最後に顔を直してもらいましょう。はい。それでもうほとんど絵は変えなくていいので、タイルを大きくして、サイズさらに2倍でいきます。タイルを大きくします。一度、画像を生成したのですが、やはりデノイジングストレングス 0.2 でも、逆に何かおへそのところがおかしくなったりとか、砂浜に変な模様が出たり、ざらついたりしますので、デノイジングストレングスを 0.1 にして再び画像を生成しています。さて、4K の画像が生成されました。実はアフターディテイラーを入れたら顔がこのように破綻してしまいました。そして入れる前の画像がこちらになります。まあ綺麗にいけていますけれども、リアルさが増えたという感じはないですね。最後に今日作った画像を比較して終わりたいと思います。ハイレゾ2倍の HD ですかね。だいたい HD に近い画像ですが、実はこれが一番リアルに見えます。そしてさらに2倍にした 2K。 こちらが 4K。 4K となるとどちらかというとベタっとなって、リアルよりも色で塗ったような形になっていますので、この実写系に関しては解像度をどんどん上げて 4K にしていくという方法は少し違うのかもしれないですね。拡大した時のこの綺麗さはありますけれども、ちょっとリアルな肌からは離れているような感じがあります。これは 2K ですけれども、拡大するとこのドットが目立ちますけれども、先ほどよりリアルさがありますし、ハイレゾの2倍の方がリアルな感じがありますね。いかがでしたでしょうか。実はこの実写系をもっとリアルにする方法というのもあるので、このアフターディテイラーをもっとうまく活用するとかなりリアルな画像が描けますので、その方法についても今後お伝えできればなと思っています。また、今回最後に A ディテイラーを使った 4K を作った時に、顔がこのように破綻してしまったのも防ぐ方法があります。その方法についてもお話しできればと思っております。今日お話したかったポイントは、一つはある程度構図が決まった後に少し構図を変えたい時にバリエーションストレングスとバリエーションシードというのが役に立つということ。そしてこのバリエーションストレングスとバリエーションシードを変えた画像を使う時は XYZ プロットをオンにしておいて、このいいと思った数字を入れたままで画像を生成していってください。そしてこのドローレジェントにチェックを入れずに、インクルードサブイメージにチェックを入れて画像を生成すればいつも通りの画像が生成されてきます。では、動画もかなり長くなりましたので、今日はこの辺でお別れにしたいと思います。今後とも、皆様のお役に立てるような動画作成をしていきますので、本日の動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。